はい、こんにちは。今日は2020年6月の17日ですね。OPPO が昨日、新しいスマホ OPPO Reno3A の、発売時期、それから値段を発表しました。早速ホームページへ来てみます。余裕が進化したスマホ、これこういう歌い文句でしたですね。超広角レンズも搭載4眼カメラ、急速充電対応、4025mAh でお財布携帯プラス防水防塵と、これは、Reno A からこれだけ進化したよということを言いたいんでしょうね。そういうふうに受け取れます。はい、では見てみましょう。レンズですね、カメラが増えました。4眼カメラになってますね。超広角プラス4800万画素、撮りたいものを余裕で撮れる4眼カメラ。 OPPO Reno 3A は4800万画素ですね、4眼カメラシステムを搭載しています。こちらですね、画素の統合技術によって暗いところでもくっきりと、そうですね、例えば、1個あたりの画素の撮れるですね、光が、少なくても、これを例えば4個合体して4倍にするとかですね、いろんなそういう、ソフトウェア的な技術で感度を上げると、で結果的に明るい写真が撮れると、そういうようなテクニックが使えるということですね。でですね、電子式手ブレ補正で安定した動画撮影ができますと、これもですね、OPPO ですと A5 の2020です。それで取り入れられてたテクニックですね。見ながら撮影しても、画質が綺麗に保たれますと。電子式手ブレ補正、独自のアルゴリズムのジャイロセンサーの組み合わせによって、歩いている時も走っている時も手ブレをしっかり、補正してあなたの動画を記録します。これの例も、どっかで見たような、2020の方で見たような動画ですね。ただこの手ブレ補正っていうのは最近ですね、Android でもですね、動画性能というのは重要視されてきたので、各社進化しています。この OPPO のですね、レベルがどれぐらいのものかは、いろんな方がこれから検証されるのでしょうから、ちょっとそれを見てみたいと思いますね。これが本当にですね、この手ブレ補正がここまで効いてるんであれば、結構ですね、防水性能が効いてるということもあって、お外でですね、動画を撮るにはいいスマホかもしれませんね。で、外で撮るとなると超広角が使えるのが便利ですね。今時当たり前になってきましたけども、超広角のレンズを搭載していますので、Reno A の弱点だった広角も OK です。で、画質が上がってますね。これもですね、センサーだけであると、各社どんどん採用しているセンサーですので、あとはこれがですね、どれぐらい使いこなしているか、これが楽しみですね。これね、ソフトウェア技術の差が出てくるというか、やっぱりダメなメーカーは、せっかくの4万8000画素だけあるけども絵としては破綻してるとかですね、極端なところそういうことがありますので、どれだけこれをきれいに使えるか、これが注目です。例だけ見るとすごくきれいですね。で、ウルトラナイトモード、これも夜景モードですね。昔はもう夜に弱いのはスマホのカメラの特徴だったんですが、最近はこの夜景モードの搭載ですね、夜の街に綺麗に映りますね。で、インカメラ側もですね、インカメラのスペックが上がりましたので、これもですね、Reno Aよりも綺麗に撮れると。この夜景モードとかですね、インカメラモードの、調整がですね、うまくいけば結構インスタ映えするでしょうから、Reno Aのファンにとってはバージョンアップする価値があると思います。で、バッテリーですね。バッテリーが今3000mAクラスなので、これが一気に上がりますね。4025mAクイックチャージにも対応できるので、これでやっと、高速充電ができます。これもですね、バージョンアップとしては重要ですね。これがないためにがっかりしてたリノエファンも多いかと思いますので、重要なポイントです。で、当然ながらお財布携帯に対応していると。
海外モデルではついてないところがこれですね。ですから単にあのオッポの、同クラスのやつを買ってもですね、これついてませんからね。やはり日本版を買う意味がここにあります。で、防水機能ですね。これもそうですね、防水機能はかなり優秀なので、お風呂で、スマホを扱いたい、あるいは雨の中ですね、梅雨の中、外でカメラを撮りたいとかですね、そういう時は防水が重要です。水濡れした手で扱っても大丈夫ですね。で、メモリーも 6GB プラス、前回はですね、あの楽天モデルしかなかった 128GB 標準で用意されました。で、ゲームブースト機能もついてますので、ゲームの時こう高速モードに入るところですね。これもゲーム好きの方にとっては重要な機能だと思います。ただし、なんかここにまだ出てきませんでしたけれども、CPU 性能がですね、ちょっとワンランク落とされてますんで、ゲームの快適さというのはまた別問題かと思います。画面ですが、大画面 6.44 インチでフル HD プラスの UHD ディスプレイですので、これはあの定評がある、美しさが継続されていれば十分魅力的だと思いますね。これはあの格安スマホには真似できない部分ですね。で、ディスプレイ指紋認証、これもまあどれぐらい速くなったか、これは結構いろんな評価があるんで、まあちょっと蓋を開けてみないとわからないところですね、正直なところ。デュアルシムスロットというので、 SIM2 枚出しができるというのもいいですね。美しいデザインでこう持ちやすいと。で、重さもですね、あの今時のやたらでっかい 200g クラスに比べるとだいぶ持ちやすそうですね。で、ご購入はこちらっていうのはだいぶ、この間まで UQ だけかと思ってたら増えましたね、問い扱いが。UQ モバイルだとどうなりますか。リノ3A のページに飛びますと、はい。で、グーシムセラーも扱ってますよと。今までグーシムセラーは、まあ、64GB モデルの取り扱いでしたけれども、アナウンスがありますね。オッポリノ 3A の販売開始時期ですね、これはですね、あの6月25日の販売日からですね、オッポリノ 3A の販売受付を開始します。これ予約でなくても販売日に発売を開始ということですね。で、今回、割引販売がされます。まあ、当然ながらあの SIM とセット販売になります。価格はですね、発売記念特価 22,600円、全抜きで、通常価格であれば、SIM セットで 27,300円ですので、さらに 5,000円ほどお安くなると。ですから、OCN モバイル1のですね、SIM と一緒に使いたいと思われている方はこちらが狙い目です。他で定価で買う、SIM 契約なしで買うと、2万円台ではありませんので、税込みだと 39% になるはずですので、それに比べると1万円以上安いということになります。特価期間は7月の15日までですね。その他ですね、こちらの特徴として、ノートモバイルセキュリティを加入したりすると1000円引かれて、さらに MNP で、番号をですね、移される方はさらに5000円引かれます。やっぱりやってくると思いましたけども、この割引が効くところが、グーシムセラーのお楽しみなところなので、当日は結構取り合いになるかもしれませんね。レッドミーノート、こちらがですね、すぐ大黒柱になったからこともありますので、それを考えると、いつまでもあると思うなと思いますね。しっかり準備して6月25日には申し込まれた方がいいと思いますよ。他のですね、取り扱いは、
視聴者さん的に興味があるのは、まあ Y モバイルは確かもっと後だったんで、今は買えませんよね。時期の話はまだ持ってませんね。確か8月とかいう話だったんで、まだまだ先です。でですね、じゃあ楽天モバイル、これは去年ですね、あの初代リノ A を 128GB のストレージモデルを発売したところですので、当然対応してくるということなんですが、残念ながらお探しのページが見つかりませんだって。これはねひどいんですよね。さっきちょっと最初に見てみたらこんなページなんで、何をやってるんだというところです。もうがっかりですね。今日まで楽天はあの1円スマホの楽天ミニを扱ってるので、それどころではないのかもしれませんが、まあ早くページを作らないとお客さんを取られちゃうよ。はい、これはねひどいですよね。あのページは作っとくべきです。せっかくあのOPPOの公式ページからリンクを貼られてるにもかかわらず、お探しのページは見つかりませんでした。現在楽天モバイルからは、OPPO Reno3A の購入に関しては全く情報が分かりません。残念。まあそういうオチですけども、必ず取り扱うはずですので、いくらで出してくるのか、あるいはですねポイント割引とかつけてくるのか、まあ、そこら辺も見ながらですね、待ってればいいんじゃないかと思います。まあ、今日出せなくても明日には出すでしょう。はい、ではちょっとですね、公式ページではあんまりこの CPU がリノ A に比べるとワンランク落ちたという話は書かれていませんでしたけども、今までの動画でちょっとお伝えしたようにスペックを見ると、スナップドラゴンのですね、あの665になってますので、今まであの710でしたっけ、それがでサクサク動いて、それを味わった方が触っちゃうとちょっと、カメラとかいろんなところがグレードアップしたのにちょっともっさりしたというふうに感覚になる可能性もありますので、まあ、まだ実機がないので分かんないんですけど、まあ、バランスを取られてるんじゃないかという気はしてるんで、実際問題にはあんまり普段使いには関係がないと思われますけれども、まあ、これは何とも言えないので、今後のですね、あの情報を見た上で、あるいはですね、もし実機をですねどこかの MVNO の店舗で触れるんであれば、あるいは、量販店で触れるんであれば、触った上で、購入された方がいいと思います。焦ってですね飛びつくとなんだがっかりという話になることもあります。実際のところ、それはよく気をつけてください。もしそこら辺が気にされる方は、急いで注文はせずにカートに中に入れてですね、あの実物をちょっと触ってみてからボタンを押してください。多分これからあの販売日に向けてですねいろんな情報が出てくると思いますので、またお待ちください。では失礼します。